マリア・レオンチエブナ・ボチカリョウはとは第一次世界大戦を戦ったロシアの女性軍人。ロシアで初めて婦人決死隊ウィメンズ・バタリオン・オブ・デスを組織した。あだ名はヤーシカ。1889年、マリアはノブゴロド県の農民の家庭に生まれた。15歳でアファナーシー・ボチカリョウフと結婚するために家を出てシベリアのトムスクに移り、 そこで労働者として働いた。夫がマリアに手を挙げるようになると、彼女は夫と別れ、地元でヤーコフブークと呼ばれる男と関係を持つ。彼は肉屋であり、共に働くようになった。しかし1912年5月、ブークは窃盗犯として逮捕され、ヤクルツク送りになった。墓地カ両は彼を追いかけ、主に徒歩で流刑地まで向かい、そこで、 再び肉屋を持った。1913年にブークは盗みで再び捕まり、大河のほとりにあるアムが居住地に送られた。ボチカ両輪はやはり彼を追いかけている。ブークは資料が増え、すぐに粗暴になった。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ボチカ両輪はブークと別れ、トムスクへ戻った。11月に彼女は ロシア帝国軍の第25トムスク予備隊へと加入することができた。ニコライ2世による彼女個人への許可があった。大多数の男たちは彼女をからかい、性的な嫌がらせをした。それがやむのは彼女が戦場でその着替えを証明した時からだった。翌年、ボチカ領はワニド負傷し、その過感さゆえに3度の受訓をした。 1917年5月に皇帝が退位して後、戦争将であったケレンスキーの命により、全船員が女性である部隊の創設に任じられた。これはロシアで初めて組織される婦人部隊であった。墓地下両和による第一次婦人決死隊は、最初2000名ほどの女性志願者を集めたが、司令官が厳格な規律を守らせると、タイには、 献身的なな名ほどしかか残らなかった。厳しい訓練を1ヶ月行い、墓地下り終わったその隊は6月の攻勢に加わるために、ロシア西部戦線へと送られた。隊は、スマルホニ市外での大規模な戦闘に関わった。婦人隊は、戦場では上手備を見せたが、男性兵士の大部分がすでに長期にわたる戦況に、指揮をくじかれており、戦闘を続けることは、ほぼ不可能であった。 ボチカ領は自身も戦いで負傷しており、回復のためペトログラードへ帰還した。ロシアでは1917年の春から夏にかけて他の婦人隊も組織されたがボチカ領はは外形的にしか関わらなかった。彼女の部隊はボリシェビッキの10月革命で戦闘に立ったが、東急電の防衛には参加していない。前線に立ち続ける男性隊員の反感が強まったために、 婦人部隊は解散することになる。ペトログラードへ戻ったボチカ両輪はそこで、ボリシェビキに拘束されるが、その後すぐに釈放された。彼女は、トムスクにいる家族と再会する許可を得ていたが、1918年の初めには再びペトログラードへと立った。そして彼女の主張によれば、コーカサスで白軍を指揮していたラーブル・コルニーロフ、将軍から連絡を取るようにという伝信を受け取った。 コルニーロフ将軍の本部を離れて後、ボチカ両和は再びボリシェビキに拘束された。白軍との人脈を調べた後は処刑されることになっていた。しかし彼女は1915年に帝国軍で彼女に仕えていたある兵士によって救出される。彼がボリシェビキに処刑の延期を承諾させたのである。ボチカ両和は海外へのパスポートを与えられ。 祖国を離れることを許された。彼女は、帰船で、アメリカへと出発するために、まずウラジオストクへと向かった。1918年4月のことである。サンフランシスコへ到着し、その後ニューヨーク、ワシントン DC を回った。社交界での名手でもあり裕福だった、フロレンス・ハリマンの支援を受けてのことである。大統領へロシアへの介入を嘆願していた最中。 ボチカ両話は1918年6月10日に、ウィルソン大統領と面会する機会が与えられた。ウィルソンは、彼女の情熱的な訴えに明らかに心を動かされ、目に涙を溜めてできる限りのことをすると約束した。ニューヨークにいる間、彼女は回想録を執筆している。その、ヤーシカ、農夫としての、我が人生、追放と兵役は、 ロシアの亡命ジャーナリストであるイサークドン・レバインに書き取らせたものである。アメリカを離れるとマリアはイギリスに行き、ジョージ5世イと面会した。イギリス戦争省は彼女へロシアへ戻るための資金を与えた。1918年8月にアルハンゲリスクへ着いた彼女は別の部隊を作ろうとしたが失敗に終わっている。1919年4月トムスクに戻り、 白軍の提督、アレクサンドル・コルチャークのもとで、婦人イム分隊を組織しようとした。しかし、それを成し遂げる前に、彼女はサンドボリシェビキに捕まった。クラスのアルスクへ移送され、4ヶ月の取り調べの後、死刑が言い渡された。人民の敵であるという罪状である。1920年5月16日、チェーカーにより、銃殺刑に処された。 1992年1月9日、政治的抑圧の犠牲者の名誉回復法に基づき、死刑判決が取り消され、墓地下両和は、名誉回復された。ジェローム・ランドフィールドツーセクレタリー・ブレッケン・リッチ・ロング、ジュライ13、1918、デパートメント・オブ・ステート・コミュニケ、ロング・ペーパーズ、ボックス38、マニュスクリプト・ディビジョン、ライブラリー・オブ・コングレス、ワシントン、DC、 ありがとうございます。